それでは続きまして株式会社スカイマティクスさんです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほどありましたがですね、ご紹介に預かりました株式会社スカイマティクスの伊達と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず弊社の会社のご紹介になります。弊社スカイマティクスと申しまして、空から無限の情報をお客様にお届けするというテーマを持って設立された会社でございます。その名の通りですね、弊社はリモートセンシングをメインの生業とさせていただいております。設立は2016年、比較的若い会社になるんですが、三菱商事と日立製作所の子会社として設立されました。もともとこの2社はですね、宇宙空間衛星からですね、撮影した画像をリモートセンシング画像をですね、お客様にお届けするというサービスを行っておりましたが、昨今ドローン技術の進展によってですね、地表に近いところから撮影を行おうということで、2年ほど前に設立された会社でございます。本日はですね、このスカイマティクスが農業向けに開発販売させていただいておりますクラウドサービスをご紹介させていただきます。こちらに今表示させていただいているんですけど、養殖解析サービスイロハというサービスでございます。青文字でですね、手のひらにいつでも葉の色をと記載されているんですが、私たちはいつもこれを念頭にですね、このサービスの開発に、邁進して、おりまして、このプレゼンテーションを聞いていただいた後にですね、あ、そういうことかと、この青文字が意味するところをお伝えできれば何よりかなというふうに思っております。このクラウドサービスはですね、簡単に申し上げると、ドローンを使って圃場の状態を撮影で、その撮影された画像をですね、解析にかけまして、価値のある意味のある情報にして、インターネットを通じてお客様にご提供すると、そういったサービスになっております。それではこのイロハのですね、中身について、もうちょっと細かくご説明をさせていただきたいと思います。こちらこのイロハの1管理画面になります。ご覧いただけいた通りですね、数字のついたピンが圃場にずらーっと並んでおりますけれども、こちらドローンで撮影した画像がこのような形で圃場に並びます。一枚一枚はちょっと小さく映ってますけれども、こういった圃場の様子になります。なかなかやっぱり一枚パシャッと撮ってもですね、これが圃場の中のどこの部分なのかというのは分かりにくいかと思いますけれども、画像に位置情報を付することで、こうした形でユーザーさんに分かりやすくですね、画像を並べることができるようになります。一枚一枚の画像はですね、このような形で、ちょっとプロジェクター通してるんですけど、見にくいところもあるかと思うんですけども、非常に解像度のですね、高い、鮮明な画像を取得することができます。衛星からだとですね、どうしても解像度っていうのは、どんなに良くても30センチ、数メーターというものもございますけれども、なかなかこういったものっていうのはこれまで撮影することができませんでしたが、ドローン技術がどんどん進んでいることで、こういった圃場をですね、このような形で表すことができるようになってまいりました。で、圃場の中の様子がここまで見れたら、次は観察、確認、管理ですね、っていうのを行ってまいります。この画像で見えるのは何かというと、この赤枠で囲った部分なんですけども、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、今これ雑草の発生状況というのが分かります。で、この赤枠の中にはですね、小麦が発生しているんですけれども、こうしたものを確認して、またクラウド上で、画像を情報として記録していくと、そういった使い方を想定してございます。で、先ほど画面の中でですね、ちょっと赤いピンがいくつか赤くなっているものがあると思うんですけど、この赤いところが何らかの理由によりコメントが付された画像でございます。なので圃場の中でどんなことが起こっているのかというのが一目で分かる、そういった機能になっています。で、続きましてもこのイロハのですね、機能のご紹介になるんですけれども、まずこの画像、これはおなじみの養殖板ですね。従来こうした形で水筒 の葉の色を数値化して管理されていらっしゃいました。私たちはドローンを使ってこれを圃場1点だけじゃなくて圃場全体で行います。これは140m から撮影した圃場の画像なんですが、範囲を指定いたしまして解析にかけます。そうすると今まで圃場の1点しか数値化できなかったんですけども、ドローンが圃場全体の画像を取得いたしますので、一つの基準点をベースに圃場全体を数値化すると
ということを行います。今はこれ水稲圃場ですけれども、今後麦ですとか他の作物でもこういった技術を横展開していきたいというふうに考えております。ちなみに解析に要する時間なんですけれども、だいたい画像をアップして解析ボタンを押してから5分程度、そのぐらいのスピードでこうした色味の数値化ということが行えます。続きましても機能の一つになりますけども、オルソというものになります。オルソって何かというと、ちょっとちっちゃく書いてあるんですけど、オルソ画像というのは圃場の1枚画像、複数枚の画像をまるで1枚の画像であるかのように接合してですね、処理するという技術になるんですけども、こちらの画像解像度でいうとだいたい6ミリぐらいのものです。このぐらいの面積、 6端部ぐらいですかね、6端部ぐらいの面積を1枚の画像に収めようと思うと、どうしても100メーターとかそのぐらいの高度で撮影する必要があるんですが、この画像は20メーターという高度で撮影いたしました。なので圃場の中の状態までくっきりと見えるような高さですね、そうした解像度が保たれております。その高さで撮影をしようと思うと、どうしても撮影できる面積で限られちゃうんですね。1枚1枚の画像だとちょっと見にくい、そうした課題に対してそれらの画像を接合して1枚の画像にすることでユーザーさんの視認性を確保すると、そういったことがこのオルソ画像ではできるようになっております。私たちはこういったオルソ画像を取得していただく、作成させていただきまして、圃場に貼り付けて最新の農地の情報をお客様にご確認いただければなというふうに思っております。また同じ画像をですね、使ってこうした、これ何かという、今ヒートマップ表示されてますけれども、これは圃場の工程です。同じ画像を用いて圃場の工程を把握するということができます。またちょっと通常の測量技術に比べるとですね、精度は粗いんですが、圃場の大体の工程差傾向をですね、把握していただくには十分なものが非常に安価に、従来の測量方法では高額で、やろうという気にはならなかったかと思うんですけども、ドローンで、行うことで管理に使う画像をそのまま横展開して圃場の高低差を把握するということにも使えるというものになっております。また弊社農薬散布機もですね、有しておりまして、先ほどのイロハとこの農薬散布機を連携させることで、こうした雑草の部分にピンポイントで散布を行う部分防除ということも可能になってくると考えております。雑草はですね、なかなか圃場の端から見るとどこにどんな雑草が出ているのかが分かりにくいかと思います。先ほどのイロハでの撮影を行えば非常に精度の高い画像が取得できますので、雑草の種類と雑草がどこに出ているのか、そうした情報が取得できて効率的な部分防除につなげることができるという形になっています。私たちはですね、こうしたいろいろな機能をシーズンを通じてお客様に使っていただきたいと思っております。シーズン初めには中期材の散布で、精密な画像を取得していただいて部分防除を行っていただく、また期中にですね、養殖の色味のムラですね、これを数値化して養殖箱をお作りして、成功がご確認いただく、また収穫が終わればですね、圃場の撮影を行っていただいて工程を把握していただくことで、翌年度の金平作業の参考データというふうにしていただく、またオルソ画像は木の初めに撮影、木の真ん中で撮影、収穫時期で撮影と定点で、圃場の画像を残していくことで、その圃場の変わり具合ですね、どのような変化を経ていくのかというのを画像に変えて記録していただくことができるという形になっております。私たちはドローン屋ではございません、リモートセンシングがメインとなっております。なのでドローン、昨今ではいろんなところでご購入いただくことができますけれども、どのようなドローンでも使っていただけるようなサービスとなっております。なのでもしすでにドローンをお持ちという方であれば、弊社のクラウドサービスをご契約していただくことでこのサービスを使っていただくことができるというものになっております。私たちがこのイロハを通じて、お客様、ユーザー様にご提供したい3つの価値で最後締めくくらせていただきたいと思いますが、まずはドローンが生産者の方々の目の代わりになることで、生産性の向上を実現します。先ほど斉藤大臣のお話にもありました、生産体系が変わるかもしれないと、
私たちは今まで従来、生産者さんが行っていた見回り時間をドローンというロボットを使うことで削減できたらなというふうに一つ思っております。2つ目、技術経験の未来への伝承。補助の画像、そこに入っている皆様がつけられたコメント、雑草の種類、こうしたデータというのは価値ある情報資産です。この価値ある情報資産をしっかりとデータという形で残して未来に伝承していただくお手伝いをさせていただきたいというふうに思っております。3点目、教育と対話の進化。私たちはクラウドサービスをご提供しております。インターネットを通じて、いろいろな人々が使える、つながれるというのがこのクラウドサービスの非常に、いい、ポイントであるというふうに思っておりまして、地域の方々もしくは従業員の方々とこの情報画像を共有していただいて、情報の共有や従業員の方々の教育に、役立てていただければ何よりかなというふうに考えております。それでは少々8分という限られた時間ではあったんですが、スカイマディクスのイロハのご紹介とさせていただきます。私どもは後ろにですねブース構えておりますので、もしご関心おありの方いらっしゃったらぜひお声掛けをお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。